いや、本当安心しました。エイトの日の準備は着々と進んでおります。はい、まあバタバタしてるんですが、あとね、明日のエイトのイベントのことも、私はもともと出演する予定ではなかったんだけど、まあいろいろね、状況は大変な中なんですけど、ヘイトの日ちゃんとできたらいいなとも思うし、準備は進んでいますので、皆さんそこは安心してください。でもちょっとね、そう、なんかね、過剰反応しすぎじゃないと思うんですよね、別に。 そう、そういうわけじゃなくて、本当に多分、ちゃんと私たちのこと考えて、多分上の方も決断してくださってるので。まあ今後いろいろ発表もあるかな、わかんないけど、早くみんな元気でいろんなことできることを願ってます。本当に健康第一、健康第一だよ。そうだよ。健康第一でいきましょう。1位になった笑いって。 おめでとう。 なかなか言わない私。ランキング発表の時しかランキングに関しては触れないから。まあ本当どうなるかね。そう、健康大でも皆さん本当に、私はめちゃめちゃ元気だし、なので安心してほしいです、私の健康に関しては。そう、それこそ4日前とか3日前くらいに受けたPCR 検査の結果はちゃんと陰性が出たので、そこは安心してほしいですね、皆さんには。まあ、ちょっとここ数日で状況がいろいろとねえ、目まぐるしく 目まぐるしく変化してってるので、ちょっとね、この配信ではめちゃくちゃ言えないけど、音信不通のメンバーがね、でもきっと音信不通なメンバーも元気だと思うし、あと、まあ、健康第一だよね、やっぱね。まあ本当に AKB は大所帯なので気をつけないといけないってことです、本当に。そう、人数が多いだけにね。そう、だから明日のね、イベントのこととかいろいろと大変なこともたくさんあると思うんですけど、けどできるだけ皆さんと楽しい思い出作れるように頑張りたいので、よろしくね。 よろしくね、この夏も。エイトの日はやるよ、やる予定って私は聞いてるので、
準備ちゃんと進めてるので。ちゃんと準備進めてます。私はそう聞いてるから 準備進めてますよ。そう、いろいろ信じてやるしかないから。あとね、ここで話したところでどうなるかわからないじゃないですか。だから、皆さん、心配本当たくさんあると思うんですけど、ここの配信で本当言えることは、現状みんな今元気だし、私もめっちゃ今元気だし健康だし、そう、ちゃんと陰性出たし、安心してくださいってことしかここでは言えないので、はい、本当健康には気をつけていきましょう。はい、じゃあドボンしましょうって。そうだね、ちょっとここ2日そう レポートばっかやっててドボンやってないので、まあもともとね、私はドボン自体やる回数少ないけど、ここ最近ちょっと気をつけてねやってはいたのですが、ねえ、やっぱもっとやってるメンバーはやってるので、はい、私も少しは参戦したいと思います。対戦したことない？本当に？でもね、回数は増えたよ最近 最近回数は増えてるんだ、実は。やべえ、最近どう？って。いや、ほんとお便りは本当に頑張ってるよ。稽古とかやっぱ一緒になるんですけど、休憩時間ちゃんとやっぱ休む時間じゃないですか、休憩時間。でも休憩時間になったらもうすかさずドボンやってるので。いつ休んでんのかなーって心配になるぐらいやってました。本当に私はちょっと応援することしかできなかったけど、そう、移動中もずーっとやってるし、なんかもう眠たーいって感じで休んでた時も眠たーいって小田も言いながらずっとドボンやってたので、そう、めちゃめちゃ応援側なんですけど、そう、だから報われて本当に良かったって思ってる。ああやってちゃんと頑張ってる子が報われる世の中でやってほしい。ね、私がどの面下げて言ってるんだよって感じなんですけど最近 AKB のファンになりました。遅いですかねって。遅くないと思います。最近やっぱ露出も増えてきてるし。
すごくありがとうございます。嬉しいです。そうね、はい。ネモハも次いつ披露するのかわかんない。わかんない。なんかもう皆さん忙しいんですよ。そう、いつかな。そうね、まあ、まずは8の日ですね。8の日でどうするか。あと舞台もあるしね。そう、舞台舞台、あ、そうね、そうだよ。私にはまだ課題がたくさんあるんだよね。最近ユーハンさんと会えてないんです。だってミャンさんとも会えてないよ。そう、 A 公演とかあるんですけど、私全然最近出れてないし。そう、口は滑らせないんですけど、セリフはね、だいたい覚えたんですけど、なんかセリフよりもやっぱマジ無理じゃん。みんなわかる？セリフ以外で大変なことといえば、はい、私の口からは言いませんけど、はい、多分みんながそう思ったやつです。私が今やばいって思ってるの。はい、はい、そうだね、そうだよね。ねえ、なんかそう、もうこれはね、回数重ねるしかないよね。みんないろんなこと言ってる。まあ、みんなが言うこと大体あらかた正解だよね、もう。連絡来ました。本当に本当ね、普通に生きててね、なかなかね、やっぱヤンキー経験したことないから。ね、本当に時間見つけてやるしかないです。クローズね、見てたよ、私見てた。あと一っていう綾瀬はるかさんが主演の、あの侍の映画とか、あと過去のマジスカ学園系とかもいろいろ見たよ。やばい、 M がおる、 M が。
ド M、ド M さんがいる。はあ、あーリベ、東京リベンジャーズだっけは、なんか流行りすぎると、流行りすぎてると私見る気起きなくて見れてない。いや、鬼滅はもともと絶対面白いって思って見てたら火がついたってパターンだったから見てたんだけど、結果なんか見る前から火ついてるものってなんかね、天邪鬼だからさ、そう、そういう感じなんです。あ、分かりみが深みな人がいた、嬉しい。だよね。そう、ぴょん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 。鬼滅が大きくなってみたいな感覚あったりするって。なんかそういうのは、そういうのは嫌だから。そういう風にならないようにしてる。嫌じゃん、なんか私が見てるやつ全部流行ります的な、私が見てたらたまたま火がついてみたいな言う人。そう、なんかキュロンみたいな、そうだから見てるよみたいな感じさ。だからそうならないように気をつけてる。誰ってことではないんですけど、はい、いミーハーが嫌だってことでもないんですけど、まあそうですね。あ、そう、サビト、サビト大好きで、あのジャンプチっていうゲームをね、そうキャラを、キャラ、あのジャンプの、あの漫画のジャンプのあのキャラクターを集めていく感じのゲームあるんですけど、それでサビトがやっと出てきて、そうサビト育成中。確かに8ってなんだろう、ぶりっ子系あんまいないよね。そう、サビとは幽霊です。幽霊なんですよ、悲しい。あ、そう、ヨンス、めっちゃヨンス日本のアニメが好きらしくて、そうだから今もあれ呪術廻戦もね好きみたいです。そう、少年、何、少、あ、なんて言ったらいいんだその鬼滅とか、あの呪術廻戦とかヒーローアカデミーとか、あと弱虫ペダルとか、なんかそういう感じが好きらしくてそう、あ、日本のアニメが好きらしいです。少年死刑、そう
最近大津ね連絡してない。でもこの前大学の課題手伝ってもらいました。そう、なんかインタビューする系の課題でして、そう、他の人に話聞くみたいな。でそれでヨンスにそう質問インタビュー頼んでいろいろ聞いたりとか手伝ってもらいました。いや本当に力強い友達です。ヨンスにも誕生日プレゼント送んないとな。やばい、タンプレがたまりにたまってそう、ヨンスオンに、そう、最近オンにっていうことをね気をつけています。オンにって、そう、そう、ヨンソンに最近すごい忙しそうだから、お仕事そうどんどん綺麗になってるし応援してる。動えよヨンソンに動えよ。エルバンブッドね、お互い頑張ろうねって話をヨンスとはよくします。英語は弾けない英語はね無理なんだよね。そう、英語はね話せたらかっこいいんだけどね、ネイティブじゃないです。読むのもギリギリ。I don't speak English.言えない。英語は本当にごめんなさい。いや、本当に話せる人尊敬する。すごいなって思う。でも私はこの段階がいいかなって、韓国語喋れるようになってから英語行くのもありかなって思ってます。韓国語発音がすごく多いんですよ。だから日本語の倍あるし、発音がプラス英語も発音に発音多いじゃん、そのスッとか発音がすごい多いじゃん。だから韓国語まずやってたら、あと韓国の方がすごい英語の発音がとても綺麗だから、韓国語やってたら少しは英語の発音も良くなるかなとか思ってます想像、これは。そう、日本語に近い言葉だからだと思うよ。語順が一緒だし、日本語と主語述語みたいな感じで全部流れが一緒なんですよ。英語はさ入れ替わってるじゃん、いろいろぐちゃぐちゃじゃん。でもこうやって言う時点で英語できないってことがバレるよね。ぐちゃぐちゃじゃん。そう、でも韓国語は同じ流れなので
そうなんです。英語がだってしかも世界共通語じゃん。だからやんなきゃいけないんだけどさ。でもどこ行っても絶対英語は喋れるんですよ、どの国の方も。アジア圏とかも。日本でも喋れる人たくさんいるんだけどさ。そうね、日本はね、なんかグラフとか見たけどびっくりしたもんね。日本ぐらいなんだぐらいに ぐらいにびっくりしたもんね。そう、日本少ないよね、びっくりした。ね、大学で英語あるよね。まあ勉強すればうまくなるよね、みんなね。勉強しないとな そう、できてこれだよ今 やばい。明日はそうです。タンパン。学校。英語圏の友達さ、いない。いない、英語圏は。あ、英語圏いるじゃん いるわ、英語喋れる友達。ジェニスちゃん、 BNK48 の。そう、ジェニスちゃん英語圏じゃない。そう、タイ語も教えてもらえるけど、英語もめっちゃ上手。そう、連絡交換してるので。あと、安倍メイもめちゃめちゃ英語喋れます。英語の先生、私の。まあ、リオナもいるし。でもリオナ全然会えてないです。韓国行ったんだっけ？なんかね。いや、マジアベメイ才女だよ。あの顔であんなに勉強できて、人柄も最高で 話もうまい子、そうそういないと思う。そう、あんな子と仲良くて本当に私は幸せです。神様さ、二物与えないって言うじゃん、人に。いや、全然たくさんね、二物も三物ももらってる子よ、あの子は多分。しかも双子っていうのがびっくりだよね。本当にすごいと思う。マジですごいよ マジですごい。安倍メイの家すごいと思う。そう、いるよ本当に。いや、安倍メイの双子はマジで似てる。もう安倍メイ2人分だから、本当にこんなことってあるんだって思うぐらいびっくりする。美女がもう一人いるだと、みたいな、そっくりな。
くりよ本当に。本当にびっくりします。でも本当に美女揃い。すごいなって思う。そう。そう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 、モデルのさ、エビちゃんってよく言われてた方も双子って聞いたじゃん。あのぐらいの衝撃でした。双子絶対いいじゃん。双子かわいいよね絶対。私の、保育園の頃の先生も双子ちゃんをね、産んでらして、そうめっちゃ前ですよ、私が中学生の頃らへん。そうで大変だとは思うんだけど、そうでもね、抱っこさせてもらってね、めっちゃ可愛かった。そう、双子大変っていう、本当に一人が泣いたらもう一人も泣き出すって聞きました。でも確か女の子と男の子だったのかな、あれ違ってたかな、めっちゃ前にあったから記憶が全然違うかもしれないんですけど、そう、でも阿部芽衣にテレパシーとかあるのって聞いたら、あるっぽいよ、多少は。多少はやっぱあるっぽいから、すごい不思議だなって思う本当に。エースザタッチ知ってるよ、知ってる知ってる。不思議だなって思います。幽体離脱懐かしい。あ、ママからね補足情報、保育園の先生の双子ちゃんは男の子の双子ちゃんでしためっちゃ前本当にあったの。いとこ1号が保育園の時やなんですよ。そう、いとこ1号ちゃんと私の保育園の先生の、長女が、そう同い年で、そう、それで保育園の運動会に私も行った時にあったんですけど、運動会だったよね。そうだからめっちゃ前なの。今元気かなって感じです。可愛かったなって。いとこ4号が双子、ちょっと考えるねちょっと考える時間が欲しいな。いとこは何号まででも OK よ、私は。嬉しい嬉しい、逆にありがとうって感じありがとう、感謝。
感謝感謝めっちゃ大きい話するとね、まあ、少子化が進んでる中、感謝感謝。双子コーデとか可愛いよね。鳩子ってあんまり使わないな、鳩子って言葉。そういえば「おそ松」面白いよね、大好き。そう、ま、おそ松みたいなのすごいよね。前に何だっけ、「むつごちゃん」みたいなドラマなかった？まあなんかね、双子とかそういうね、すごいよね。はとこ、なんかめっちゃ前にはとこすごい、はとこのことなんかね、はとこって言葉使ってた気がするんだけど、待って、はとこって待っていとこはあの、まあ、親の兄弟の娘とかを言うじゃん。はとこってどこを言うんだ。うん、かわいい、チラッチラッ。え、そう、はとこに、はとこがまずよく分かってない。いとこのいとこか。いとこのいとこはいないですね。はい。うんだね。だって私のいとこちっちゃいんだもん。ちっちゃいんだもん、まだ。私より年下。逆に私が一番上なぐらい。いとこの中で。